芸術学科の必修科目の基礎演習の授業です。フェミニズムやオリエンタリズムなどの様式を学びます。今日はオリエンタリズムについてのまとめで来週の発表に向けて準備を進めました。お昼はタイ料理が好きな友達と原宿にあるチャオバンブーに行きました。原宿近辺に2店舗あり、今日は1号店に行きました。タイの屋台みたいな雰囲気で、今日はトムヤムクンチャーハンが美味しかったです。青山学院大学文学部比較芸術学科4年生の新井ノアと言います。学部では主に西洋美術について学んでいて、私はその中で西洋絵画について研究を行っています。バイトはアクセサリーブランドの販売員をしています。青学に入った経緯としては、比較芸術学科で芸術を学びたいと思ったからです。高校生まで新体操を12年間やっていて、全国大会などにも出場経験があるんですけど、新体操を通して舞台芸術だったり音楽っていうものに触れていく中で、表現の根本のようなところに興味を持つようになりました。あとはもともと絵を見るのが好きだったので、大学で本格的に芸術を学びたいというふうに思いました。そこでいろんな大学を調べて、青学の比較芸術学科と出会って進学を決めました。青学で良かったこととしては、ミッションスクールなので授業の中でキリスト教のことを学べるっていうのは青学ならではの魅力なのではないかなと思います。青学の中でも比較芸術学科っていうのは本当にいろんな人がいて、毎日刺激的でとても楽しいです。外見も内面的にも結構個性的な人が多くて、授業はもちろんいろんな人と関わることができるのですごく楽しいです。好きな授業は芸術鑑賞の方法っていう授業で、美術の授業のように実際に絵を描くっていう授業になります。自画像を描いたりデッサンを描いたりしました。11号館の地下に美術室みたいなところがあるんですけど、そこでやっていました。私は北海道から上京して今は一人暮らしをしているんですけれども、遅刻しないようにしたりだったり、体調管理したりっていう自己管理能力みたいなものも身につけることができたと思います。去年の夏頃からちょっと機会があって SNS を本格的に発信することになりました。さまざまな人との関わりっていうのに生まれて、自分の視野も広がったので、今ではすごく貴重な経験になっています。年明けから事務所に所属することになりまして、ラジオのリポーターだったりとか YouTube の出演などにもチャレンジしています。今後も YouTube 撮影だったり、さまざまな媒体を通して出演することもあると思うので、よろしければぜひ見てみてください。4限はゼミです。西洋美術について研究していて、みんなそれぞれの画家や作品について研究しています。私はモイズ・キスリングの研究をしていて、作品の歴史的背景や絵画表現について詳しく学んでいます。今日の私服は色にまとまりがあるような組み合わせにしました。アクセサリーは基本毎日つけていて、今日はゴールドとシルバーをミックスしてつけています。カバンが色物なので、服はモノトーンでまとめてみました。私のカバンはマルニのトートバッグを使っています。と MacBook Air を使っています。メイクポーチ、おすすめアイテムはジョー・マローンのハンドクリームです。一番人気のイングリッシュペア&フリージャっていう香水があるんですけど、その匂いと一緒のハンドクリームで、結構匂いも長持ちするので常に持ち歩いてます。と夏なのでアリーのジェルタイプの日焼け止めが好きで、最近は入れてます。お水です。とトリーバーチのお財布を使ってます。リプティックのドソンっていう香水を一番愛用しています。
ました AirPods Pro です。洋楽をよく聴いてて、特にアリアナグランデが一番好きです。あとは最近結構日差しが強いことが多いので、こういうサングラスみたいなのを持ち歩いてます。カラーサングラスっぽい感じで可愛くて好きです。以上になります。放課後はカメラ屋さんに行きました。ワンダーフォトショップというお店でゼミの友達が教えてくれました。フィルムカメラが多くて気になっていたので行きました。その後は表参道の肖像カフェに行きました。ここは大学からも近くて、古民家のような外観がすごく可愛いのでお気に入りのカフェです。この日は抹茶ホワイトチョコスコーンを頼んで友達とシェアしました。帰り道では渋谷で友達とたくさん語ってから解散しました。来年卒業するので、この日常も残り少ないと考えると少し寂しい気持ちになります。曜日や時期にもよりますが、私なりの大学生活の過ごし方でした。これからやってみたいこととしては、自分の好きなことだったり感性っていうものを形にしていけたらいいなというふうに思っています。私はファッションだったりメイクも好きなので、そういったものに関わっていけたらいいなって思っています。今は4年生なので、卒論に向けての研究を行っています。色彩表現だったり色彩の魅力について研究を行っています。青学はいろんな人が集まっていて個性があふれた学校なので、よろしければぜひ青学に来てみてください。